さあ川西さん、はい、松本さんに驚いたことがあったそうですが。そうなんですよ、ついこの間なんですけど、はい、僕らがあのレギュラー出演してる番組に、うん、ゲストで昼なんですね。そうです、はい、あ、そんなちゃんと言って大丈夫なんですか大丈夫。そう、ヒルナンデスにね来てらっしゃって、はい、で、あの番組ってこう社会見学で学生さんがスタジオに見に来てはるんですよ、うん、で、その時も中学生が何人か来てやったんですけど、そうですね、松本さんが登場した瞬間にもううわーって泣き出して、目の前に現れただけで人がこう涙を流してしまうって、もうすごい、またもうオーロラとかと同じレベルオーロラレベルの わーって泣いてるから、いや僕もびっくりしましたよ。ほんまですか。でもなんか今日もいたらしいですよ。え、この会場に出てきて嵐さん見た瞬間にちょっとこう泣いた子。だからもう解明ですね、オーロラに20年目にやめた方がいいです。絶対嵐で定着してるからそして水田さんは、はい、嵐に言いたいことがあるそうですけど、はい、連絡先を交換させてもらってご飯食べに行きたいなと思ってそんな直球なお願い、自分激イタやん同世代ですし、めちゃくちゃ美味しいご飯屋さんちょっともういろいろ知ってるんで。料理人ですね。でも自分で作れるんだもんね。でも僕作ってたら喋れないじゃないですか。その同世代トークしたいのに。確かに同世代トークってどういうこと。スナムランクの話とかそれ盛り上がるかもしれない。そういう話だよ。お前嵐さんと飲みに行けたのにスラムダンクの話しちゃうもっとあるやろ。でもさっき話したんだけど、グループ構成がもうほぼ一緒なんですよ、うんうん、水さんが80年生まれで、オンさんと一緒で、川西さんが83年だから、はい、ニノと松潤と一緒だから、はい、一番上と一番下が一緒っていうことで、チーム構成としては嵐です。そうなんです。嵐あげます。我々オーロラな。私もしっくりきてないから。やめた方がいいよ。